今回はゆゆゆ大満開の詳細集話の解説と感想動画だ。ここ数日編集時間が確保できずにちょっと遅くなってしまったが、最終話が非常に良かったので感想を共有できたらなと思う。まず知りたいのは世界がどうなったかだわ。天の神が消えたことであの日の海のようだった四国以外の空間も元に戻ったようだ。大社の見解では四国以外に生存者はいないそうだがな。そして情報が錯綜し、信仰の対象であった神樹様も消えてしまってしばらくは混乱が続いただろうな。さらに地の神のカゴも消え、農作物も育ちにくくなって物価が上がっているっぽい。それってかなりピンチなんじゃないのかしら。そうだな。ただ勇者のショーのラストで流れたラジオの情報を参考にすると、神樹様の亡骸とも思われる油田が湧き出たそうなのでやっていけないことはなさそうだ。芽吹と綾のシーンもあったわね。綾は幼い頃から純粋に神樹様を信仰していたから、神樹様を失うことは進むべき道を見失うようなものだと思う。だが、隣には頼もしい芽吹がいるのできっと強く生きていけるだろう。さらに勇者のショーではワンカットしかなかった秋先生の描写も、今回その前後がしっかり描かれたな。秋先生本来の優しい姿に戻ってよかったわ。ごめんなさい。と泣いている姿は後悔を強く感じたな。秋先生は役割として辛い立ち位置だったと思うので、これから幸せになってほしい。それと秋先生の左目については、わしお墨の章で教え子のその子が初めて懺悔した部分で、後悔などの気持ちから同じ部分を失ったという描写ではないか、というコメントを前回の動画でいただいた。私としてはこれに納得したんだが、皆さんはどうでしょうか。そして勇者部の話だ。その子が大社をぶっ潰す。と突然言い出し驚くみんな。特に過去に心当たりがありすぎる東郷さんと風先輩の表情が面白いな。その子のギャグ調の言い方もみんなに心配されないようにって感じよね。そこで東郷さんが争いはもうダメよ、と止めたな。その前に興奮するクーデターだけど、ってさらっと言ってたのが東郷さんらしくて笑ったが、そして明るく振る舞っていたその子の一瞬の不安そうな表情にユーナが気づいてその子の方へ向かう。よりも早くイツキがその子に語りかけ、もう危ないことはやめてください、と言うんだ。イツキって周りのことをよく見ているし、気が弱そうに見えるけど実は自分の考えをしっかり伝えられる強い子なのよね。風先輩が頼もしかっただけに、イツキが部長ってどうなるんだろうと思ってた人も、このシーンを見て、イツキならきっと大丈夫だ、って感じたんじゃないか。ユーナもいち早くちょっと無理しているその子に気づいていたし、本当に勇者部はいいメンバーだな。勇者部での話し合いを受け、その子は争いでもなく自己犠牲でもない解決案を考え出した。神樹様が消え、信仰の対象がいなくなった人々のために自らが信仰の対象になるというものだ。これ以上ないくらいの良い決断ね。ラスト4年後の勇者部が見れるというサプライズ。そしてここからが一番語りたい私が感動した部分だ。まず勇者であるシリーズは、バトンをつなぐってのが重要なテーマなんだ。今回の最終話でも出てきたし、外伝作品でもこのキーワードは多々登場する。クメリュ小説の後書きでもこのことに言及されている。一期の時なんかは勇者部に焦点を当てた話だったからあまり感じなかったけど、わしお墨の章や大満開の章を見ているとそれを感じたわね。そしてこの句話だ。これは西暦の時代の諏訪地方の勇者、白鳥歌野、のものだったんだ。アニメでは描かれなかったが、歌野がいたからこそ若葉たちがバーテックスに対抗する力を得るための時間を稼げた。大満開の章でクワが出てきた時は、アニメで登場しない分のファンサービスだと思っていたんだが、もっと重要な意味があったんだ。歌野のクワはこの作品のキーワードであるバトンをつなぐの、バトン、そのものの役割を果たしている。歌野が若葉たちにつなぎ、若葉たちが未来の勇者につなぎ、300年かけてユーナたち勇者部にバトンがつながった。そして終わり方もこのテーマを貫いていたんだ。最終話を見るまでは、西暦の時代からのバトンをユーナたち勇者部が受け取り、天の神を倒し、ユーナたちの代でゴールすることができたって話だと思っていた。しかしそうではなく、四国外の復興は数十年では終わりそうもない膨大な時間がかかる作業で、
リュウナたち勇者部もバトンを受け取り、次の世代にまた託していく存在だった。生涯をかけて復興活動をして、未来の人々につなぐのね。どう終わらせるのかと思っていたが、このユーナたちもバトンをつなぐという終わり方は文句のつけどころがない最高の終わり方だったと思う。歌野や若葉たちの思いも未来へずっと続いていく。現実でも両親、おじいちゃんおばあちゃん、昔守るべきもののために命を落としてしまった人々、そういった人々の思いのバトンを我々も知らず知らずのうちに受け取っているんだ。そう感じさせてくれる作品だった。今回の動画はここまでだ。私自身勇者であるシリーズの奥深さにハマったのはこの大満開の章からで、関連作品に手を出したりしていた。しかし、この作品は6年以上積み上げてきたものがあり、最近ハマった身として把握できていない部分も多々あり、拙い動画になってしまったかもしれないが、少しでもゆゆゆの魅力が伝えられていたなら幸いです。ゆゆゆは関連作品などこれからもたくさん展開していくと思うから楽しみね。欲を言えば、西暦時代や勇者の章と大満開の章を再編集した完全版みたいなものも見てみたいな。特に乃木若葉は勇者であるの小説が一番好きなので、また映像化してくれないかなぁと密かに思っている。それと、これからもアニメがより楽しめるような動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。